大谷翔平さん、うっかり王 7.1 に到達。 WWWW 史上初となる DH での MVP 獲得へ、司会は良好だ。米野球データサイト、ベースボール、リファレンスのデータが2日、日本時間3日に更新され、ドジャースの大谷翔平投手はウォー 6.9 から 7.1 に浮上。1995年にマリナーズのエドガー・マルティネスが記録した DH 最高記録の 7.0 を上回った。すげー。どのくらいまで伸びそう？単純計算だけど、5ヶ月でウォー 7.1 だから1ヶ月あたりウォー 1.4 ペースで、残り約1ヶ月だからウォー 8.5 ペースかな。じゃあ大幅更新は見込めそうやな。 MVP 取れるかは終わってからのお楽しみやね。今年は PO もあるし楽しみがたくさんあってええね。エドガーマルティネス賞って大谷翔平賞にしてほしいわ。頭の固い記者に投票権がないのを祈る。満票 MVP でもおかしくないスタッツを怪我すなよ。スランプの月で12本ってシーズン2桁打てない選手への煽りに思えてきた。登録お願いします。